ロッコレストラン店長。ただただ悲しい。何も手をつけずに GoTo の3000ポイントを、がネットで話題。内容はこちら。モロッコレストラン店長の切実な声が話題のようです。では、モロッコレストランタムタムさんのツイートより内容を見てみましょう。モロッコレストランタムタム。ただただ悲しい。予約いただいた男女2名様、ほとんど何も手をつけずに、GoTo の3000ポイントを利用して帰っていきました。お腹いっぱいならお包みしましょうかい、と声をかけても、いいです、の一言。差し支えなければ理由をお伺いできますか、と聞いたら、個人の自由ですよね、とお答えされました。一口も食べてないのに、平然と男性の方は、美味しいですよ、食べてます、とおっしゃっていました。オーナーシェフの母は、3時間かけて仕込んだタジン、一口だけでも食べて欲しかったな。優しいお客さんがたくさんいるので、メンタル保ててるものの、こういうことってあるんですね。これはひどい話ですね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。そんな人もいます。ファイトしてください。なんてひどい客。出禁にしましょう。いろんなお客さんがいますからね。コロナ禍で大変な時ですからへこみますよね。しかし、なんとかくじけずに頑張ってください。次はこちら。非常に不思議なのですが、そのお客って何がしたかったんですかね。3000ポイント使う。ご飯食べない。時間も無駄。何もメリットがなくて不思議すぎます。取貴族錬金術とかなら逆にメリットがあるのでわかるのですが。そうですよね。お互いにメリットがない。どういうことなのでしょう。もしかしてただの嫌がらせ？次はこちら。私が飲食店で働いてる時も、超頼んだのにほぼ食べず、クレームなしで帰ってった人いました。うちのようなチェーン店ではなく、丹精込めて作っているお料理を出しているお店の方にとっては、本当に辛いですよね。あまり気になさらず、圧倒的に、お店のことを大好きで大切に思ってくれている人の方が多いですよ。そもそも、手をつけない、なんて失礼なことができる人の神経が理解できません。最後はこちら。食べ物を粗末にすることを個人の自由と考える人は、しつけが悪いとしか言いようがない。とても美味しそうな料理なのに。とっても美味しそうですよね。今度グレーと一緒に食べに行こうかな。結論。そもそもお店の方が丹精込めて作った料理に一切手をつけないなんて失礼なことができる人って、一体どういう神経をしてるのでしょうかね。人としての当たり前の教養や礼儀を欠いたお客さんの存在、お店側として悲しいだろうし、傷つくと思います。しかしお客さんにはいろんな人がいます。モロッコレストランタムタムさん、今回のことでくじけずに、これからも美味しい料理を提供してください。モロッコレストランタムタム、頑張って。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。